ジョシュアの嘘には気をつけろ。いやー、切な系好きだよ。ロード。こんな感じでジョシュアが、ジョシュアと一緒に行動していたら、ここで先生を見つけました。先生、何を書いていたのでしょうか。読めない。それはありかね。前回のパートであった空気読めないって意味がね。何を書き寄ったんだろう、先生。とりあえず、いろんなところに移動したらまた先生と会う日があってくるな、これ。ペイント弾え、ペイント弾先生がなんかさ、万引きした犯人みたいになってる。ペイント弾ぶつけられたか、先生。アレン、ロシアンルーレットしようぜ。なんでやねん。って、面白いのにな。まあ、持ってて損はしないよな。え、ちょっと待って、今のロシアンルーレット、え、ちょっと待って。なんか、しょげて、もう一回選択肢選べるパターンじゃないん。そういうんじゃない。しかも、アイテム欄ないで。変わんとんな。あれ？なにこれ？なんかあるでこれ。え、こんなんなかったけど、あれ？え、なかったよな、こんなん。調べれんけど、あれ？え？あ、俺の記憶違いかな。あんなんなかったような気がするんやけどな。嫁僕さ、ここの国の生まれじゃないんだって。いや、これ、この国がどこの国なんかわからんけどな。日本じゃないことがわかるんやけどさ。どこだか忘れたけど、その国の言葉らしい。ああ、そういうこと。読めんってそういうことじゃ。外国語だったらさすがに読めんわな。国によって髪型や目の色や食事も違うんだ。面白いよな。先生の目は真っ黒だったな。どこの国で生まれたんだろう。先生、日本人か。確かに日本人っぽい気はする。そうでなくても日系人って感じではあるよな。ああ、個人やけいろんな国から集められとったりもするんじゃ。なるほどね。小説が置いてある。結構小説読むんか、もしかして。ジョセフちゃうわジョシュアじゃあ、なんかや、何か意味ありげなもんが。開けるな。あー、ごめんなんかそんなに怒鳴られるとは思わんかったけん。いや、なんでもない。いきなりごめんな。え、なんやねんお前。なんやねん。もう一回開けたら。開けない方がいいって。あ、ちょっと落ち着いた言い方気遣って落ち着いた言い方された。なんかまだおるで。こいつテトリスだろ。どうせテトリスだろ。ほら、テトリスだった。めーめー、センキめーめー、黄色めー。はいなんだよこの歌。なんだよこの歌は。少しだけ空いたスペース。ここに本をはめたら動くんじゃねえこれ。ほら、少しだけ空いたスペースっていうのはこっちのことか。本か。鍵かかってるし、なんかいろいろ謎だらけやな。そこあんまいじんなよ。わかるだろ、男のロマンってやったよ。まさかお前ベッドの下にエロ本とかそういう類のものを隠しとったりするんか、お前。この年で。え、そうなん。嘘だって言ってよ、女子や。空っぽだ。本か。あと鍵もどっかにある的な感じになっとんね。え、そう、鍵かかっとるし。ん、おかしいな。さっきまで開いてたのに、なんで閉まってんの。ほんとやで。この世界なんか勝手に鍵閉めたり。この家のアルソックがこういう判断をしたのか。アルソック、そんなんちゃうよな。考えるのは嫌いだ。俺もだ。だからもうちょっとそこら辺と散らかそうだもん。いろいろもう徹底的に探索したい。あれ、任せた。俺かよ。俺もそんなに考えるの苦手なんですけど。とにかく、あ、ってことは
今のでちょっとフラグが立ってなんか新しいところ調べれる的な感じじゃないんかな。ああ結局ここはいじらせてくれんのね。ロマンね、オッケー。そういうロマンはちょっと尊重してあげないといけないね。そいつよりこいつじゃ、こいつそろそろなんか喋るんちゃうんか。別のこと、めえめえせん、めえめえ M M 何 M M K M M ばっかやな。これはだいたいわかるんやけどね。センチとかメミリとか言おったような気がするよな、こっち さっきね、ついさっき。だからこれは単位だろうね。単位か、なんかの頭文字取っとるやつだろこれ。 K があるってことはこれキロメートルかな。でメートルで、その一つの前が千、あれあれちゃうな、あれなんだったかな、ミリ、あれメートル、あれあれおかしいな、ちょっとおかしいな。あれ何やったっけな、これ見たことあるんやけどな、なんだったかな。このハテナに入るアルファベットを教えろだってせ。うん、こいつ普通に言葉喋ってるけど。え、お前なんかどこの国の言葉喋るよん。まあ任せたぜ。任された。めえめえせん、めえめえ、いやほらこれセンチって言うよってことは S か、これセンチメートルでメートルで、あれなんかおかしいな。S ないし。ああこれ C やな、センチメートル。ここか、あ、じゃあなんだろう、頭こんがかってきたな。まあいいや、 C にしとこう。めえ、当たりだってさ。なんで C になるの。なるほど、長さね、やっぱあれ頭いいな。俺完全に理解してないけどな。まあ C だろうなぐらいの感じでやってしまったけどな。やっちゃったぜ。悪いな女子や。俺が実はそんなに考えてなかったってことはないでしょうね。どうせお前あの手帳の切れ端とかくれるんだろうが。あ、くれんかったし。鍵開けただけか。あれ開いてない。あ、こっちがもしかして。ほら、マジックハンド。え、なんなん？たてててん、マジックハンドみたいな感じになってる。え？懐かしいな。これ使って蛇の抜け殻とか上から落としてたんだ。いたずらっ子やなお前、完全な嘘つきなだけじゃなくていたずらっ子なんじゃ。これがなんかの役に立つ。キコキコってなんなの。説明文が雑。とにかくこのキコキコを使ってどうにかするんだろうけど、キコキコ使う要素なく、ベッドの下か。男のロマンをこいつで掴むんや。違うわ。男のロマンはそう簡単に掴ませてくれないでようです。こっちでもない。え、じゃあなんだろうね。お、これ動作のだからあんまり触ったら怒られるよ。はい、わかりました。まあ持ってくなって言われれば持っていきたくなるけどな。いたずらっ子の勝負やの。おい、キコキコってなんやねんお前。おい、キコキコって、あ、もしかしてここにキコキコ、あ、違う、え、スペースにキコキコ使うんじゃない。キコキコなんだろうな。え、手詰まりじゃん。じゃあ、あ、そうだ、ここ調べてなくね。さすがに出て食べようとするなよ。クリームでベタベタになって服も汚れるだろう。結構そういう気遣いしてくれよんじゃ、ありがとうな。え、じゃ、ちょっと待って、どういうこと、何もわからん。あ、そうか、ただここじゃなくてここじゃないとダメだったってだけなんじゃ。なんだ、マジックハンド、レッツゴー。マジックハンドを使った。
青色の本。え、ピンクじゃないの。な、女子はピンクじゃないの。男もロマンって言おったけどピンクじゃないの。え、青い本ってなんだ。なんか魔法でもなんか呪文書いてたりする。電撃じゃなくてもなんかそういう類のもん出てくる。青い色。あれ、本店に入れただけ。え、女子はこれなんな。出る。ああ、え、お前か。お前に、あ、ちゃうわ。本店本店ことでもう思い出せばいいのにねこれのこと忘っとるぴったりとはまった。で、動くんか。ああ、押せってこと。本がたくさん詰まっている。あれ、ああ、これがもしかして鍵でここが開いとるか。あれあれあれえ、ハマったっきりな。え、ハマった代償とかもらえへんの。これ外れる。あー、来た。少しグラグラしている。外れそうじゃん。外す。裏側に小さなフォークが2本ある。フォーク。お、これでケーキ食えるな。1本もらうぜ。やったー、ケーキ蝕むおうぜ。蝕むぜ。蝕むって言い方悪いな。よっしゃー。あー、なんかこの選択肢嫌だな。そうそう、セーブしとこう。そうそう、なんかありそうな気がするもん。よっしゃー。え、あ、ゲームオーバーちゃうんじゃ。めまいがした。で、なんかこんなとこまで来とる。めまいはいいけど誰かに連れてこられとる。で、ポケットに紙切れとか入れられとる。え、ここに連れてきた人はシャイやけん紙切れになんか買い取ったりするん。リク、ジョシュアは？リックって言いそうになったけど、ジョシュアは？ジョシュアは？部屋に閉じ込められた。別にテレビもある。おもちゃもある。でも、違うんだ。違うだろ？お姉ちゃんやお兄ちゃんは見る。僕は見ない。クモやカエルが喋ったら退屈しないのにな。ああ、違う。どうして？どうしてって、ああ、ジョシュアもおるわだ。ジョシュア何があったお前。お前ケーキ食わんかったろ。つうか、食おうとしても、俺が倒れたん見て食わんようにしたらろ、お前。え、何があったお前。ちょっと待って。教えてくれや。変な感じがする。俺もよ。え、何これ。どここれ。一気に場所変わ、なんか変なのいますぜ。何こいつら。おい、あんま近づくなって。気持ち悪いし。本当や、何これ。ポケモンに出てきそうな気がするようなしない。え、今ピキン言わんかった。今ピキン言った。何、怖っとにかく怖いねよっしゃ、度胸。なんか見よるし。てか、なんなん今の。なんか意味あるん。右向いとうってことでいいんかな。目玉でさ、これとなんか関係あるんかな。あ、なんか穴。あ、これは関係ないな。他の部屋見て、またこんなんおるわだなんか関係あるんかな。目があって、なんかこんな気持ち悪い目と。あ、これ以上な問題は。あ、まっすぐこっちを見てるんですけど、なんか怖い習慣なんですけど。あ、怖。ボロ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 。こんなもんか。え、これ何。これは関係なしで、まっすぐ見よう。右向いとん。えん、この怖がらせ方、魔女の家にあったな。よっしゃーす。マザーグース、こんなところで出てきた。もうマザー要素全然ないのにな。お母さんがおったらちょっと慰めてほしいような展開になってるけどな。やっぱこれか。上か？上ね。まっすぐ見よんと、右向いて、上向いて、あっち向いてほいでもしょんかこれ。なんかテーブルある。ここだけなんかテーブルあるんやけど、なんこれ。あ、調べれん。あと、この暖炉も気になる。
不気味な感じがする。もう完全に印象だけでいいよ。もうこんな読めない外国語で、これが左、まだなんかわからんな。こっちが、え、なにこれ、なんかがあって的な、青い目、青い目これ多分青い目のしたやつはどっちに向いていたでしょうか的なやつなんだろうけどさ、僕って何お前そんなに青い目だったっけ。あー、まあ僕にしとこうか。何も起きません。こっちはというわけだな、青い目がしたやつはどっちに向いていましたかっていう問いに答えればなんかあるんだろうな。とりあえず次のパートはそれを確認したら、確認するとこから始めるんだちょっと考えたけどさ、まあというわけで、まあ今回はこの辺にしとこう。ご視聴ありがとうございました。シュワゲ。